ready? あーん、ということで始まりましたハラセンラジオ、原田専門家でございます。今日お話しするのは、パイオニアじゃねえだろ、タイトルは何でもいいんですけど、昨今話題になってる、昨今話題というかね、キングコング西野くんについてちょっとお話をしたいかなと思います。ね、吉本を退社して、ね、方々でいろいろ言われておりますが、パイオニアじゃねえだろっていうのをね、一つ言いたいな。というのも、キャンプファイヤーというクラウドファンディングでね、を使って、個展をしたり、LINE を晒して、ね、吉本を退社したりっていうのが、なんと、キングコングの西野くんがやる前に、すべて僕、先にやってるんですよね。キャンプファイヤー西野くんがやりだしたのが2013年1月25日ですよ。で、僕がキャンプファイヤーで、パモンの冊子を作りたいってやったのが2012年の6月5日。つまり半年前に僕はキャンプファイヤーを使って、クラウドファンディングを使って、パモンの冊子を作ってたんですね。その半年後に西野くんが、クラウドファンディングキャンプファイヤーを使って個展を、ニューヨークの個展を、まあ規模はねだいぶ違いますよけど、それをしましたと。で、つい先日ですね、2021年1月27日でいいのかな、まあ2021年1月とし しときましょうか。吉本の社員とのメールを、LINE を晒して、ね、晒して問題になったっていうのがありましたけど、僕もね、かつて、吉本の社員のメールとのやり取りを晒してね、お気を据えられたことがありまして、それはね、何年前かな、ちょうどね、ちょっと調べますね。こう調べたんですけど分かんなかった。全部消せって言われて全部消しましたから。夜中に電話かかってきてね、あれがね、おそらく2012年ぐらいだと思いますよ。ちょっと具体的なね、具体的な日付はね、本当に削除しちゃってるんで、定かではありませんが、もう一つね、吉本に対してその時期、もうそれをぶり返すようで僕はあまりしたくないので言いませんけども、ある事件がありまして、それでまたこれが大事になってしまうから、2012年ですね、やっぱり、2012年にある吉本の事件がありまして、その時に僕もこのね、まあ、ギャラの未払いの半年もねあったことをつぶやいてたんですね。で、問題だ問題だっつって火をつけてやろうとしたところ、夜中にとても懐かしい人から電話が入りましてね、とても懐かしい、僕が知ってる懐かしい吉本の社員っていうことはもうすでに、随分出世なされて偉くなっている方から電話があって、夜中に深夜の1時でしたよ、覚えてます。で、原田さん、こんなことをツイッターに書いてませんかって言われてね、いや書きましたと。で、吉本としては、まあ、こちらが悪いのは百も承知ですが、今問題を起こされると、他方ですごい火事が起きているのに火に油を注ぐようなことで、こちらが悪いのは重々承知しておりますが、ツイート削除していただけませんかっていう事件があったんですね。で、まあそれは丸く収まったのかな、収まってないようなことがありまして、僕はじゃあね、その未払いの分が問題クリアになれば僕は問題ないんで取り下げますと言って、取り下げて全部消して、証拠も全部消して、その
あーね、次の次に入るかなと思ったら案の定やっぱ入んなくて、その2ヶ月後にやっと入るっていう事件があったんですが、これ全くね西戸くんがやってるようなことをさきさき僕はやってるんですね。ってことを考えると、まあ規模は小さいですが、僕がねしでかすことをじっと見ていると、今後西野くんが同じ鉄を踏むんじゃないかなと思いますね。といったところで、僕がね今後何かしでかすかといったら、まあ、しでかさないかな、しでかすのかな、まあ火種はいろいろ持ってますから、まあまあ睨んでいるとより大きな事件としてね西野くんがやってくれるんじゃないかなとは思いますけどもね。そんなことを事件というかね、まああんな大ごとにする必要はあるのかなとは思いますけどもね、見てて思いました。そうですね、まあ僕がさきさきいろいろやってましたよというのは感じておりますね。まあ規模はね数千分の1でしょうけどね、ありました。まあね、今後どうなっていくのかはちょっと楽しみですけども、早速今朝方ツイート僕もしましたけど、スポニチだかトースポだか、スポニチだったかな、がニュースを出しておりましたけど、ね、どこだったかな、スポニチ、トースポどこだかな、スポニチアネックスですね、ヤフーニュースで、近婚西の三日天下怒りの吉本27日に契約終了みたいな決めていたというニュースが出ておりましたけども、もう早速ね吉本が西野潰しにこれ動き出したんじゃないのかなっていうのがね、円満退社ならね、こういったなんていうんですかね、後追い記事でね、もう完全に悪者にされるさしてくるようなニュースは出てこないとは思うんですけどね、まあ、やっぱり円満退社じゃないと思いますよ。というのも、ワイドなショーで松本さんも言ってた通りというか、怪しいなというのはね、まあことごとくその前のオリラジのあっちゃんしかりとね、言ったら反松本を公言したというか、反旗翻した人はことごとく潰されていっておりますよねっていうのは感じますね。ね、いや僕としてはそこにあらがうっていうかね、双方の意見というかね、まあ、体制に対してね、反旗を翻す気持ちも分かるし、そこじゃないメインストリームじゃないところで活路を見出すことも大事だし必要だし、ただそれをね、大通りばかり整備して本当に路地に入ったらね、すごいガタガタのね、舗装されているけども手入れが行き届いていない道しかないみたいな状態はやっぱりまずいんじゃないかな。ね、太いねメインストーリーストリートはあっていいんですが、その脇道も味のあるね商店が細々とやっててもいいのになぁというのはね思いますけども、どうなんでしょうかね。合理的にいくとそのメインストリーストストーリーストストリートだけで稼げるから、そんな路地のね、それこそですか、
商店、個人商店みたいなもんはいらんのだってね、本当にイオンのやり方というかみたいなのはね、イオンに吉本が劇場を作ったりしてるのはまさにそういうことなんじゃないかって思っちゃいますよね、といったところでお時間なんですが、まあそうですね、西野くんの行動は全て僕が先々やっていたっていうのをどっかで言いたかったね。まあ今後も何かしら僕がね、規模は小さいけれどもしでかすことを西野くんがまたしでかすんじゃないかなと思いますから、僕はしでかさないようにしなくちゃいけませんね。はい、まあ、金婚ね、ロザンの菅くんに怒られたみたいなブログ書いてましたけども、ロザンのね、金婚ロザン、それからランディーズってもうやめちゃいましたけどね、コンビ自体は新規で頑張ってますけども、ウエストサイドっていうのもね、僕もお手伝いしておりましたから非常によく知っているし、ね、まあ規模の小さい僕の鉄を踏まないようにしてほしいなと思ったというお話でした。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。